今回、国宝に指定されることになったのは、松坂市宝塚町と光町にまたがる古墳時代5世紀初めの宝塚1号墳から出土した船型埴輪と囲い型埴輪、そして家型埴輪の8つを含む合わせて278点です。造形性や写実性、装飾性に優れ、水に関わる儀式を具体的に表現した他に例がないもので、

県内で出土した埴輪が国宝に指定されるのは初めてです。また、今回国宝に指定されることになった。出土品は松坂市が所有していて。国宝の埴輪のうち、地方自治体が所有するものとしては国内初となります。国の宝になったわけですからね。あのまずこう。大事に保管する。たくさんの皆さんにね。見てもらえるような。そんなこう展示を。 ききんんととやっってていいたこなに思ます現在、松阪市文化財センターでは発掘調査の開始から25周年を迎えたことを記念する企画展がきょうから開催されていますが船型埴輪はレプリカの展示となっていて今年夏ごろに実物のお披露目を予定しているということです。